さっさと見せろ、出せ、見るだけならタダだぞ、おーみたいなさ、クソミンドなんだけど。動物園一般人っぽいよね、ちょっとね。ね、うん、さぞ何でしょう、金を持ってるやつっていう感じではないよね。ムービンスチャンネルさんのリスナーさんの方がもう絶対ミンド高い、これ。ありがとう、リスナーを超えていただいて。絶対そうでしょ、これは。絶対そうだね、それは断定できるで。お疲れ様です。ムービンです。今回もブラーカのゲーム実況やっていきましょう。前回のパート、ハッカーの予告状をプレイさせていただきましたけれども、今回も引き続き泉と一緒にプレイしていこうと思います。よろしくお願いします。はい。お疲れ様です。長戸泉です。ということでね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半戦やっていくか。前半戦、めっちゃ長くなっちゃった。ごめんね。僕も喋りすぎたわ。いや、お互い様でしょ。お互い様。いやでもね、まあ、いいイベントなんだろうね、うん、きっとそれだけね。そうね、うん、泉が楽しんでくれてて、うん、かつ疲れてなければいいわ。ええ、疲れてない疲れてない。あ、疲れてない、はい、実際でも疲れるかなとは思うけどね。でも楽しんでくれてては大丈夫だ、うん、僕個人的には。いやもう楽しいっす。もう9はもう楽しみでしょうがないね、これね。これね、これは危険なゲームです。何回読んでも面白いんだよね。あ、うん、そうか、そうだね、うん、よくよく考えたら泉やってんだもんね。僕ね、だいぶ中盤からもうその記憶飛ぶんだよね。いやいやいや、いいよ、飛んでくれる。泉一緒に反応してくれるから、この暗号とか忘れてるけどね、普通にね。あ、まあ、うん、そっか、それもそうだよな。そんな本当に直近のイベントでもないもんね、うん、そう考えると細かいところまで細部まで覚えてはないか。そうだね、まあ、ガチで思い出そうとすれば違うのかもしれないけど、まあ、そこまでする必要ないっていうか、うん、しない方が多分実況自体は面白くないかなと思って、ね。あ、まあ、それはそうやね、うんうん、ありがてえ。今回もやっていきましょう、はい。じゃあ、まあ、9話、9話ではないけど、ね、9番か。そうだね、9番からね。おい、思います。これは危険なゲームです、かっこいい。多分戦闘が入るんでしょう。うん、やっていきましょう。はい。はい。これは危険なゲームです。危険なゲームなんだ。うん、そうか、地下室に入るって流れで終わったのか。あ、そうだね。そうだね。クラスをやって。うん。うん、うーってところで、ゆずんちゃん。かわいそう。前が全然見えない。ああ、暗いんだね。ライトとかもないんだね。うん。いた、誰か足踏んだでしょ。お姉ちゃん、静かに。そうだよな。なんか敵地な可能性があるもんな。うん。皆さん、気をつけてください。足元が滑りやすくなっています。ああ、それはアリスの髪の毛です。かわいそう。アリスちゃん、髪の毛長いもんね。長い長いだけど、今回の立ち絵だと前髪後ろに回してるから顔がよく見えるんだよね、うん、あー、そっか。いつもそうそう、あれだよね、前髪真ん中にちょっと垂れてるよね。うん、そう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 、顔の真ん中に垂れてるけど、今ちゃんと後ろに持ってってるもんね、全部ね。うん、そこがちょっといつもと違います。ちょっと印象変わるよね。ね、この階段どこまでも続いてるような、すげえな。ダンジョンそう思っちゃうのかな。うん、ああ、そっか、それもあるね。感覚が、なんでしょう、どこまでも進んでもまだまだ降りるみたいな。そうだね、怖いね、そういうの。もうかなり歩いたはずなのに慎重に進んでいるからそう感じるのかもしれませんが、あ、ちょっとずつ行ってるかな。なんかぶつかった。デュクシットとなったね。あ、なんかぶつかった。え、それってこれはなんだ、ドアでしょうか。まあ、見えないもんね、ドア、うん、ドア。ここに来て普通のドア区切られた。すげえ重厚な音。おお、わかる。おお、会場みたいな。すげえ音鳴ってるけど、ピエーみたいな。オークション会場だね、うん、あ、そうか、オークション会場なのか。なんで地下にあるんじゃいみたいになってるね、だとすると。うん、だとしたら、あ、うちにでもオークションはする予定だったはずだもんな。でもわざわざね、会場が隠したところにあるっていうことは、ね、きっと後ろめたいことでもあるんじゃないでしょう か、ね、なんかやべえものが展示されているの か、 なんか水晶玉みたいなのもあるし。本当だ、例の物はどうした、早くせんか。横の絵適当すぎんか。ちょっと思ったな。なんかこれさ、左側はちょっとデザイン性ある感じするよ ね、 そこは、うん、なんか右のやつ、チュインチュイン、チョン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 みたいな感じだよね。黒板やん、ただのね、黒板ちょっと書きましたみたいな。
ね、うん、と僕もね、泉も絵描くからね、うるさいよここら辺は。いやちょっと私はそういうスタッフじゃない。楽しめればいい。あれ違ったか。はい、ちょっと海さんはね、気難しいからな、なんか、うん、表だとね、なんかはフレンドリーな感じでやってるけど、ちょっとね、オフだともうすごいからな、基本否定から入るもんね、ね。僕を嫌なキャラに仕立て上げようとするの上手くない、泉。活動休止前にどうにか嫌な印象を持たせてもらって。これ以上活動をね、ちょっとね、休止する前だからね、うん、その最後の、一手としてこのままいいやつで終わらせたくないみたいな。もう本当にそこだけは何としてでも阻止しようと思ってます。やばいな、やべえ勢力ついちゃってんだけど。たもと分かってた方がいいかもしれない。今日の目玉はいつ出るんだ、金なら持ってきたぞ。お悪そうだな、感じは高ぶってます。高ぶってるね、うん。冷静なゲストがその後出てくるの面白いな。落札できる自信はないが、一度くらい本物を拝んでおきたいものだ、メガネ食いみたいな。ただの記念受験じゃんか。確かに買う気ないんやこいつ。、うん、そうです、我々はあれのために来てるんですよ。元気ないつもりな、早く見せてください。時計の王の冠を、ん、時計の王のじゃないな、時計王かな、うん、時計王の冠を、うん、探してる時さんが探してたのも王冠だぞ。もしかして関係があるかもしれない。そうだね、うん、オークションは明日のはずじゃん、どうして地下で、あ、そっか明日なのか、そっかそっか、準備じゃないもんね、うん、もう観客がいるんだもんね、うん、まあまあ皆様どうか落ち着いてください、他にも素敵な品を多数ご用意しておりますから、夜は長いですからどうぞごゆるりとお楽しみください。王冠は一番最後のお楽しみということで。はん、見せるだけなら今でも構わないだろう。はん。こっちは民度低いやん、なんか絶対。なんかさ、こういう金持ってるやつらって、こういうことあんま言わずにさ、うん、なんか、なんだろう、今回のさ、あの、慈愛の回答みたいな感じのさ、あの、うんうん、マスクみたいなのしてさ、うんうん、あの、おお、これがかの有名な〇〇で、みたいな感じに喋るイメージあるじゃん。言いそうだよね、なんかね、それは楽しみですな、ね、みたいな。そうだよね。うんうん、で、あみたいな感じなのにさ、なんか、さっさと見せろ、うん、出せ、見るだけならタダだぞ、おお、みたいなさ、クソミンドなんだけど、動物園。一般人っぽいよね、ちょっとね。ね。うん、さぞ、なんでしょう、金を持ってるやつっていう感じではないよね。ムービンチャンネルさんのリスナーさんの方がもう絶対民度高い、うん、ありがとうリスナーを褒めていただいて、絶対そうでしょ、これは絶対そうだね、それは断定できるで、うん、何をもったいぶる必要があるんですか、明太郎さん、それに昨日は慈愛の回答が現れたんだろう、オークションを開催して大丈夫なのか、それが取られるんじゃねえのってことか、うん、そうですよ、一番不安なのは明太郎さんでしょうけど、私たちも同じ気持ちです。はっはっは、予告状が届いたのですから、当然対策しておりますとも、あのシーン&シーとシャーレを屋敷の警備に雇ったのですから。彼女たちが時間稼ぎをしてくれる間に、我々はオークションを終わらせる。これだけだったらなんか悪く感じないんだけどね。なんかわざわざ変な日に、変な日とか今日も言ってないことがある。言ってない時間帯に。オークションをしてるっていうのはやっぱ怪しいよね。え、まあ、実際そういう作戦ですって言ってくればいいわけだからね。そうだよね。なんか日をずらせば逆にね、うん、その重要なやつはもうなし、あの売っちゃってオークションで買い取らしちゃってって言われたら別にそれも納得するしね。うん、そうですね。変なことないからね。ないよね。もちろん回答を捉えられるのならそれに越したことはないですが、私としては共倒れになろうと一向に構いません。もう残酷なこと言うね。でもまあ、雇ってる側だから、まあそれはそうかもしんないの。それに、もし慈愛の回答が彼女らを破ってここにたどり着いたとしても、それまでの戦闘で消耗していることでしょう。であれば、あとは私の付き人で十分。なんか雇ってたのね、別でね。うんうんうん、機械兵。よく出てくる機械兵みたいだよね。緑が落ちることになった。もう、そうね、ニックキー機械兵。うん、確かに。あの一撃でね、ワンチャン
結構重傷を負う可能性があったからね。危なかったね、あれね。危なかったね、うん、確かにそれであれば万全の体制と言えるでしょう。さすが明太郎さん、早く次のオークションに移りましょうよ。なんかメインディッシュまだかーっつってブーブー言ってたのに、それ聞いたらもうすぐに、じゃあさっさとオークション再開しろやみたいな。文句ばっか、怖いって。結構自分勝手だね、うん、ね、うん、出ないといつになっても時計王の冠を拝めないじゃないですか。あそこはメインディッシュってか最後にやるよっつってるから、さっさと他のオークションに移りたいと。そういうとか。ありがとうございます。次はこちらのゴールデンカナリアです。カナリア、カナリアって聞いたことあるけど、なんだろう。鳥だね。あ、鳥か、カナリア、うん、それが金色だと。隕石から産出したイエローダイヤモンドを磨き上げたこちらの一品、なんと、あー、じゃあオブジェなのかな、鳥の形っていうのは。そうだね、うん、なんか黄色いから、うん、うん、あ、そうか、色が黄色なのか、うん、カナリアが、うんうんうん、ブラックマーケットで抗争の火種となってから紆余曲折あり、私の元へ渡ってきた訳ありの品でして。進行してるね。うん、メータロさん、なるほど、どこに行ったのかと思えばこんなところにいたのですね。あ、盗品なんだ、なるほど。そして取引されている品はどれも所在が不明になっている盗品ばかり。RPG のオークション会場では貴重なアーティファクトが取引されたり、敵の陰謀につながる手がかりが見つかる場所ですが、よくありがちですね。オークション会場ってね、作品に。きっとあのムービンさんをぶち切れさせた、うん、あの絵画も盗品なんじゃないですか、あの黒板みたいなやつも。これね、これも盗品な可能性がある。これ盗品の可能性あるよ、ちょっと、うん、これ大丈夫、売買園とかから勝手に持ってきたりしてない？売買園で子供たちがさ、わーって書いてるものを勝手にヒュッて取ってきたりしてない？それ旬お姉ちゃん黙ってないべ、それ。それはね、あの、うん、僕はね、なんか分かってないって言ったかもしれないけど、作者が子供と言ったらまだ話は変わってきますからね。お前、ひじらいめちゃくちゃ投げられるで、それ。聞かなかった、シュンさんには聞かなかったか。うまく避けられた、あれぶん投げられる。そう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 。アリス、思い出しました。オークションに参加するにはフラグを立てないといけません。特殊なクエストをクリアするか、レアモンスターを倒して大量のクレジットを用意する必要があります。ありがち。あそこにいるのがこの森屋、ん？森屋？このエリアのレアモンスターですか？モンスターではないからね。この人、それか他の警備の人がいたのかな、うん、何か騒がしいような、やばい、見られるかもしれない、やばい、バレバレ。あ、なぜここに C&C。 バレテーラ、バレテーラ、あなたたちは慈愛の回答を相手にしているはずでは。C&C だと、話が違うじゃないか、明太郎さん。あ、一応危険視してるんだ。なんだろう、別に、あ、でもエージェントだけど、なんだろう、正義の味方的な側面があるから、やっぱやばいのかな、C&C にバレるの。そうだね、なんかこんな後ろめたいことがあったら、しかも盗品だからね、うん、そうだよね、うん、一応なんだろうな、正義実現委員会的な警察な側面ではないのかもしれないけど、うん、やっぱり正義寄りだよね、シアンドスイーツ、ね、そうだね、まあ、悪ではないからね、うんうん、そうだよね、ベンリア68みたいな何でも嫌ではないからね。そうだね、完全に善寄りだろうね。そうだよね、うん、私たちを騙していたのか、文句しか言わねえこいつら本当に。時計法の冠、 C&C が探していた盗品はここにあったのですね。みんなビグーみたいな。やべえってなってる。うん、どうやらそれだけではないようですね。我が子を持ち上げるフラヌス、うん、落ち葉拾いのイナンナ、ウェヌスの石像まであるなんて、いろいろありそうだね。我が子を持ち上げるやつってあれじゃない、なんか子供持ってて、なんか かぶりつこうとしてるやつじゃない、うん、ああそうだね、多分あれだと思うよ。だよね、うん、時何か心当たりがあるの、別の依頼を受けてましたみたいな話があったね。すべて犯罪組織の間で違法に取引されていた美術品です。時のもう一つの任務って盗品の行方を追うこと。はい、先生のおっしゃる通りです。
私の任務は時計用の冠をはじめ盗品の行方を明らかにすることです。なるほど。慈愛の回答を追えば盗品にたどり着くと考え屋敷に来ましたが、マスカ地下で違法取引が行われていたとは。これそれ想定してなかったんだもんね。うん、最初確かトキさんが言ってたのってさ、なんか慈愛の回答の手がかりがこの屋敷から出ましたみたいな、でここ来ましたって流れだから、うんうんうん、本当に何でしょう、想定してなかったんだよねこれはきっとね。結構大規模な違法取引だもんねこれね。そうね、がっつり隠してたんだろうね、うん、今まで。は、話と違うじゃないか、そんなの私は聞いとらんぞ。ええ、聞かれておりませんので。聞かれてたら答えてたのかな。聞かせておりませんのでって一瞬思ったんだけど、聞かれておりませんのでだから、うん、聞いたら答えてくれてたのか。むむむ。これあれじゃない、あのゲーム開発部最終的に報酬もらえんなこれ、多分この物語の中で。確かにね、うん、ああでも正義のため。でもさ、これさ結構さ被害総額大きいからさ、なんか解決したらどうにかなんじゃないの、うん、お、いいねそれ。それで、うん、なんでしょう、あのやっぱゲーム開発部も協力しているとか、まあ、もともと協力してもらったんだけど、うん、こうなると協力している側になるから、なんか得を得てほしいなってちょっと思って。あれかもよ、カンナさんから表彰状もらえるかもしれない。なんかねもらえるかもしれないね。うん、お前たち C&C の身柄を拘束しろ、くれぐれも丁重にな。うん、丁重が鍵括弧されてたけど、どうなんだろう、本当に丁重なのかな。なげでか。はい、だけど多分戦闘が入ったので括弧、うん、2になるんでしょうね。うんうん、じゃあ慈愛の回答はどうなんだ、正義寄りなのかな。で分かんない、どうだろうね、盗品をさらに奪っちゃうかもしれないから、うん、分かんないね、7囚人だからね、7囚人だからね、ねえ、うん、そう捕まらないよね、もしそれが本当に違法取引を常に取り締まってるみたいな、うん、芸術品を取り締まってるって人だとしたら捕まらないもんね、そもそもね、うん、いいやつ認定されるはずなのに。ムービー様はじゃあ どっちだと思います、悪人よりか善人よりか、どうなんだろう、うん、あの美術品に関して価値がうんぬんっつってたから、うんうんうん、あの今回たまたまその違法取引してる盗品に関してやってるだけで、うんうん、個人の品も取って美術館に勝手に持ってっちゃうんじゃない、うん、普段は。だからどっちかというと悪より、どっちが、あ、じゃあひふみさんよりも悪ってこと、ひふみさんと比べちゃうと悪になっちゃうんじゃない、うんうん、あ、なるほどね、どうしても、うん、ひふみさんの悪要素ってブラックマーケットによく足を運んでることぐらいなんじゃないの。うん、だってね、覆面水着団のリーダーじゃないですか。あ、まあ確かに、うん、それでも覆面水着団そんなめちゃめちゃ悪いことしてたっけ、そもそも。あ、でも2億取ってるか、銀行強盗してますからね。、うん、あ、でも2億取ってる実績と実績とはやないか、おめえなんつーの、うん、悪名が、うん、全部ファウストさんのせいだとしたらファウストさんよりは悪よりじゃないかな、多分。慈愛の回答は僕的にはね、やべえな、どうなんだね、美術品がなどれぐらいの金額するかによるね。そうだね、うん、そこの価値基準がわからないとちょっと判断が難しいかもしれません。ぐっくそ、ここまでです。さて、なぜここに盗品があるのか、そしてこのオークションについてご説明いただいても。くそ。ちょっとパグだからかわかんないけど、ちょっともともと顔ぐらい変わってないのに、なんか悲しそうな顔してるように見える。だがこんな事態も想定していたとも。なんだ、まだあんのか。え、源流門くんの警備はお前たちだけではない、仙外教の源流門にも依頼しているのだ。読んどいたんだよちょうど、うんうんうん、泉にはね言ったけど、あの1個前、この多分ね投稿順、多分収録順に編集して登録して投稿していく予定だから、うんうん、この今のコラボ実況の1個前がちょうどあの源流門のイベントだと思う、うんうんうん、タイムリーすぎる。仙外教の源流門ご存知ないかな、トキさんは。ミレニアムだから、いやきっと知ってるんじゃないか。あ、知ってはいるか、うんうん、本当に良い周到だね、手段を選ばなさすぎる。いろんなところから依頼はかけてる感じなのか。
そうだね、そういう点だとやることやってるっちゃってるね、このメータロさんはね。そうね、やらかしてるし、うん、多分源流門は雇ってるだけで多分こういうことは言ってないんじゃないかな、うん、どうなんだろう。ここまでやべえ取引をしてることをオープンにした状態で雇ってるのかって言われるとそうじゃない気がする、ね、うん。さあ呼びたい、取り押さえなさい。おお、ほんとだ、源流門のモブだ。またキサキなんじゃないの。実はみたいな。あの変装しますからね。そう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 、参加者に紛れて、あ、確かに参加者があの二人のグラがなんか移動したりしてたわ。うん、前のシーン、イベントシーンの時に、 あれそういうことなんかね。うん、うん、なんかスーって移動してた、そういえば、うん、なんかゲスト A と B が喋って、犬が喋ってる時、こんなに源流門な。なんかトップの人はなんか筋通ってるけど、割と下っ端だったり他の分派とかに結構内部分裂してる感が、うーん、イベント呼んだ感じあったから、そうなんかもしれないね、これね、ね、うん、そいつらは悪いかもしれないね。どうしましょう先生、相手が多すぎます。パワードスーツさんあればアビエシェフが来たらそりゃなんか一掃できそうやけど、無双できるだろうね、無双できそうやね。さすがに呼べないか、地下だし。お、ますか。お、この煙は一体に逃がしたならんぞ。ますか、慈愛の怪盗さんと共闘する激アツ展開、敵じゃないんかい。いいね、うん、熱いなこれ。どうぞ私の手を。その声は本当テンプレみたいなセリフ言ったな。思わぬ助けを受け屋敷から抜け出した。敵が変わったな。だから分かんない、最後の最後でやらかすかもしれない、協力してくれてるから、うん、そう、あくまで一時休戦かもしれない。緑も助けてくれるし、確かにね、結構助けてくれてるね、ヒントもくれてるし。そうだね、うん、あーは疲れました。ううもう走れません。もうこんなに日が暮れて2日目も最後だ、最後だ、時間的にも夕暮れだったんだね。うん、ずいぶんと長居していたようです。みんな大丈夫ですか。うん、彼女のおかげで、敵の敵は味方でいいのかな。ちょっとカッコつけてんなこいつ。好きやけどそういう言い方、ちょっと言ってみたいね、そういうセリフもね。ね、わかるわ、敵の敵は味方ということかな、ちょっとため作ってんのおもろかったな個人的に。ノリノリだよね、ノリノリだね。うん、どういうこと。偶然無作為、不均性、不均性だったのか、うん、不確定、いずれも美学を語る上で外すことのできない要素だ。誰ですか。出てきた、お、慈愛の怪盗さん。まだ名前出てないんだ、そういうこの人、うん、そうだ、ね、ずっと慈愛の怪盗だな、うん、ごきげんよう。このような形で再会するなどお互いに想像もしなかったのではないでしょうか。先生、一体どういうこと。そうね、わかんないよね、桃井からしたら。慈愛の怪盗が助けてくれたんだよ。確かに、あの煙幕は、確かに煙幕技は前戦った時も使ってたんで。うん。いません。ここには誰もいません。それ意味ないって、バレてる状態でかぶっても。助けてくれてありがとう。どうして私たちを助けてくれたの。そうですね、まずは誤解を解くところから。私はお嬢さん方の敵ではありませんよ。そしてお嬢さん方を助けた理由は、端的に言えば、どうただっけ、どうたが、騙されていると気づい、どうたにどうだったっけ、どうだに騙されていると気づいたからと申し上げればよろしいでしょうか。それウィンク見えなくね。あ、確かにね。うっすらと目元が見えたりするのかな、これね。するんかね。この立ち絵上は分かんないけど、うん、そうなんだろうね。うん。慈愛の怪盗は誰にも気づかれぬよう一瞬だけウインクしてきた。ヘイローかっこいいね、慈愛の怪盗ね。確かに。このデザインめちゃめちゃいいね。うん。
うん、三角でしかもここスパイクみたいになってる、うん、尖ってるのかっこいい。小道具で会話した時のことを思い出すであれば C&C はもちろん先生とも戦う必要はありませんから、お嬢さん方被害者ですからね。なので地下オークションの存在をお伝えしました。真の敵は誰なのかと。ああそれとついでと言ってはなんですが、 C&C がお探しの美術品も見つかったでしょ。なんで知ってるんやってなるかここは。うわー一気に情報が押し寄せてきてパンクしちゃう。シナリオライターなのに流れが追えない。展開変わるとすぐねパンクしちゃうね、もう、ね。ね、なんか理解をなんだろう飲み込んで進まないともう蚊帳の外よね。出なくなるよね立ち絵が。うん、つまり私たちと慈愛の回答スタンで戦ってる場合ではないということですか。姑息な手を考えましたね慈愛の回答。姑息な手、うん、何のことやら。この状況を利用してなんやかんや奪おうとしてる説があんのかな。かもしれないね。一番いいところをかっさらっていっちゃうっていうね。そう、うん、回答あるあるやし、実際ねさっきもチロってたけど七州人の一人やし、もともとね本当に正義的な活動だけをしてたら七州人そもそもならないからねってことだね、うん、そうだよね。よく捕まえたねこの人たちのことね。誰が捕まってんだろう。確かに、うん、そもそも捕まえててなんかいろんな想像が起きてね、先生が来た時に同時に逃げちゃったっていう経緯があったけど、誰が捕まえたんやろ。 SRT が捕まえたのかな。なんかフォックス招待が、若者さんはフォックス招待が捕まえたみたいな話はちょっとあったね、うんうん、他のメンバーはどうとは言ってなかった気がするけど、うん、敵の敵は味方とも言いますが常にそうとは限りません。慈愛の回答さんは七州人の一人ですよね。確かに返事がふふなんだ。それがどうかしましたかお嬢さん。それとも七州人のような危険因子とは相入れない。たとえ同じ目的があろうとも犯罪者と手を取り合うなどできないとでも。まあ人によってはそうかもしれないね。あう何それ、あうワンカット使われてんの。あなたが七州人の一人であることも、 C&C が追う時計王の冠を狙っているという事実も何ら変わりないでしょう。まあ実際狙ってはいたってことか。うん、依然としてあなたの行動には注意を払う必要があります。うん、時の言う通りだけどそれを踏まえた上で提案があるんだ。お、なんだ。一時休戦か、うん、先生好きそう、そういうの。うん、提案ですか。ふむ、続けてください。一旦ここで同盟を結ばない。お、同盟、うん、同盟ら5人パーティーから6人パーティーに。また仲間が増えちゃう。RPG の定番で入ってくるけどまた抜けるキャラクターみたいな。抜けた後の方が強いんだよな。そう、抜けた後の方が強くなったりするし、うん、入ってから弱くなったりね。うん、うん、そう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 、ね、主人今プレイしてるレベルより3レベルぐらい高い状態で入ってくることもあれば、育成しすぎちゃって逆に低いこともあるからな。入ってくるとき、確かに事態は私たちの想定とは大きく異なる展開に運びました。転びましたか、失礼しました。しかし相手は七重人の犯罪です、犯罪者です。そんな怪しいものと同盟だなんて。まあ確かにその意見も重々承知だか。私は明暗だと思いますよ。ああでもひねくれ者にその言葉は届かないのかもしれませんけど。この二人相性悪そうだね。ね、なんかその、うん、なんだろう、怪盗だっつってのに泥棒だって言われた経緯があるからちょっと根に持ってる感あるよね。あ、そうだね。それをちょっとイラついてるからひねくれ者っつってる。先生、下級的？下級的なんて言うんだ。下級的、速やかに、犯罪者の排除に取り掛かってもよろしいですか。怒っとる。まあまあ2人とも落ち着いて、まあまあ、とりあえず情報交換するのはどうかな。うん、先生がそう言うならドヤ顔。私たちはミレニアムサイエンススクールのゲーム開発部だよ。
いろいろあって C&C と勘違いされて、あなたから屋敷を守ってほしいという依頼を受けた。それドヤ顔で言うことじゃないあなたの予告状を読んで剣を描かれた絵が撮られると思っていたんだけど、予告状の謎を解き直したら地下の通路が見つかって、3日目に行うはずのオークションが開催されてるし、いきなり明太郎さんに攻撃されて、どうしてこんなことに、さっきまでのドヤ顔どこ行った、説明じゃなかったんかいって感じ。そうそうそう、説明だったのに急に、なんだろう、いろいろ思い出してったら泣きたくなっちゃったのかな。そうだね、感情入っちゃったね、感情が入ってしまった、うん、おもろいな。なるほど、お嬢さん方は何も知らされていなかったのですね。仕方ないでしょ、依頼を受けたのだって急だったし。うむ、それでも私の予告状を解読することができた素晴らしい才能です。うちのね、ゆずクイーンがいるんだよ確かに、カイトさん、うん、全部さ、違和感感じたのはみどりちゃんだけどさ、うん、謎解決したの全部ゆずクイーンよね。ゆずクイーンすごいよね。ゆずクイーンすごいね、知識量がすごい。ゲームだけじゃない、うん、なんかプログラムじゃなくて、やっぱ桃井シナリオライター交代した方がええんちゃう船降ろされちゃう桃井船降りろっつってかわいそうだよ桃井かわいそうだよ。でも役職なくてもアリスポジションいるからな冒険するかアリスとスミレさんと遭遇しそうそしたら運動冒険、うん、運動冒険、冒険運動、運動冒険当たり前じゃん、今までたくさんのパズルゲームを攻略してきたんだから、あれくらいの謎解きうちにかかれば朝飯前だよ一人だけど実質解いてたのそうなのですね、まあいいでしょう。私は最初から地下オークションの会場を狙っておりました。そこは違法なルートで取引された盗品が売買される闇の市場。屋敷の主である道田が管理している場所でもある。その情報に偽りはありません。これイオリの卒業アルバムあったら先生普通に参加しそうじゃない、なんかなんか一緒に一緒にパシャみたいなことです。そう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 、 C&C が追っている盗品が一箇所に集まっていたのは私も目にしましたので。じゃあ、あの展示会は上でやってる方ってこと？あっちカモフラージュなのかな。ああ今泉が言った通りや、うん、バルキューレの注意をそらすための餌だったのでしょうね。いずれにせよ私の狙いはただ一つ、時計王の冠。かの素晴らしい美術品を一人で独占するだなんて誰が許そうとも私の美学では許すことなどできません。どうすれば独り占めしないという考え方になるんだろう。やっぱ美術展示なのかな。もうお分かりいただけましたか。お嬢さん方は利用されていたのだと。どうだは狡猾です。お嬢さん方が思っているよりもずっと。うん、でもこんな急に信じろって言われても、うん、そうですね、そう思われたとしても致し方ないと理解はしておりますが、かたや牙を剥いたもの、かたや手を差し伸べたもの、どちらの言葉が信用に値するのか、果たして天秤にかける必要はありますか。言い方かっこいいね。言葉遣いがかっこいいっていうか綺麗だよね、なんかね、うんうん、言葉選びがちょっと、うん、あのそういう作品チックなキャラクターというか、うん、創作物に出てきそうな感じ。オタクが好きそうだよねまあ確かに、まあ、ちょっと言葉避けてたんだけどね、中二病という言葉を一瞬言おうとしたんだけどそれは避けてたんだけど、あのちょっといい言葉出なかったの今ね、うん、僕ねオタクが好きそうだよね、オタク好きそうだね、うん、そう言っちゃおう、うん、ごめんごめん台無しにしてしまった台無しにしてしまった。僕もでもそう思ったんだよね、うん、緑の時もありがとう、でもどうして助けてくれたの。理由なんて単純明快ですよ。優れた美術品を前に無益な血が流れることも私の美学に反しますから、ただそれだけのことです。美学
寄ってきた、うん、私はシャーレの先生から提案してもらったことに異論はないけれど、お嬢さん方はいかがでしょうか。お、ここで終わるんだ。なんか今回さ、ゲーム開発部4人のたちが一気にボンってくること多くて豪華だね。うん、ね、うん、あれこれ今次何話だ。あくまで臨時ですからか、うんうん、11っぽいね、うん、さっき戦闘してこうだもんね、うんうん、あくまで臨時ですから肝に銘じてください。トキさんっぽいな。そうだね。セリフ的には結構すぐタイトル回収入りそう、うん、ね、うん、先生何か心配事でも。うん、大丈夫だよ。トキはどう。私も特に問題ありません。大丈夫、しこり残してない。絶対あるでしょ。あるよね。ごめんね、急なことだし混乱してるよね。先生には隠そうとしても無駄ですね。正直に言うとまだ気持ちの整理がついていません。もうそれは私たちも一緒だよ。まあ、そりゃそうだろうな、うん、騒がしい桃井が来ました。騒がしい桃井って言われてるの面白いね、うん、同級生だからな。いきなり距離近くなっちゃったね、ドキね、ね、うん、騒がしい桃井って何。ちゃんと突っ込むんや、そこは、うん、最初怯えてたのにね。ちなみに他は代表の緑、静かなゆず、可愛いアリスです。一人だけ不名誉な戦闘がついてる。緑代表のイメージなんだな。うん、ゆずの方がね部長なのにね。ね、うん、やっぱゆずは引っ込み思案なところがあるから、どうしてもリーダー感、緑が出てくるんだろうな、うん、そうだね、うん、大事な場面だとゆずがちゃんと動いてんだけどね。うん、あそこら辺偉いよね、うん、ね、どうして私だけいじられてるの。それはそう。先生なんとか言ってよ。嫌んじゃないだろ。な、仲良くしようね。お姉ちゃんの言うこともわかります。急に同盟だなんて。私たちどうしたらいいんでしょうか。決まっています。敵を倒して勇者の道を進むのです。具体的にはどうやって。いい、ね、うん、でもアリスちゃん、この場合は誰が敵なのかな。確かに誰が敵なんだ、うん、アリスちゃん。え。お、どうだ、アリスはどう考えてるんだ。それは、それは。あー、頭が混乱しました。ユズ SOS です。でもなんかこの敵が誰だか分かんなくなる感じも勇者っぽいじゃん。それはそれでね。あ、そうだね、誰が悪いんだみたいな、うん、悪とは何 の,、うん、そうそうそう、なのかみたいな、そうそうそう、正義とは何なのか葛藤するのもまた主人公らしさがある。うん、なんかヌルポインターエクセプションみたいなエラー出しちゃった。ヌルポがヌルポがしてしまった可能性があります、うん、私に提案があります。先生とゲーム開発部はこの件から手を引いてください。 お前たちは足手まといだと。そっちかな。仲良くなってきたし危険だからってことなんじゃないのかな。そうだね、うん、分かってるよ。でも、うん、時はどうするんですか。先生が同盟の話を切り出した時は多少驚きましたが、これは私の任務ですので、盗品の数々は私が責任を持って回収いたします。うん、それは時一人でやるつもり。まあ、もともとはそうだったからな。はい、そもそも皆さんが巻き込まれたのは、ドーダ・メイタロウが桃井を C&C と間違えたことに起因します。緑のこともありますし、このまま関わり続ければさらに怪我をする恐れがあるでしょう。トキさんはどう解決するつもりですか。状況に応じてではありますが、試合の回答と協力してオークションを中止にすることも視野に入れております。うん、その場合は試合の回答よりも先に時計王の冠を回収し、バリキューレに届ければ任務は達成されるかと。そしてどうだと、このようなことになってしまっては皆様はもう依頼を遂行する必要がありません。先生も同じくです。そうだね、僕が途中で言ってた報奨が、報酬が支払われないよねみたいな話ですね。
なので皆さんは先生と一緒にお帰りください。私からは以上です。まあそうだよね、アリスは仲間を見捨てないから勇者だから。それでこそアリスや、それでこそアリス。いいえ、アリスたちは帰りません。なぜ？時は仲間ですから。ゲーム開発部は絶対に仲間を一人にしません。もう勇者部に改名せん？勇者部勇者部です、ここは、今日からこんな状況になっちゃったけど、お姉ちゃんのせいで巻き込まれたのがきっかけだけど姉のせいだと妹よ、今はその話をしなくてもいいんじゃとにかく時一人に全部を任せて逃げ出すわけにはいかないよ。今は私たちも C&C だから。おお、現状はね、うん、そんな理由で。理由は単純でいいのだとアリスは学びました。それともアリスは時の仲間ではないのですか？聞き方ずるいな、うん、そういうわけでは、ただ仲間というものに慣れていないと言いますか、初めてのことなので。なら問題ありません、アリスは時を手伝いたいです。そうだね、アリスに賛成だよ。うん、アリスちゃんならそう言うと思ってたどうやら方針が決まったようですね。聞いてたのか、近くで。時友達ができそうでいいね。ね、うん、その今まで一人だったっていうのがあるから、うん、そうそうそう。やっぱりその前の話ばっか出しちゃって申し訳ないけどさ、うん、泉と一緒にやったさ、うん、あのトリニティの夏イベ、二つ目の夏イベもさ、うん、花子さんがもともと一人だったよみたいな経緯があってさ、みんなと水着着て海に行くみたいな展開もできてみたいなあるから、なんかもともと一人だったもんね、花子もね。わ、うん、かる。もともと一人だったよみたいな子がこう、なんだろう、他の絆を作っていくのはちょっと心に来るものがあります。ね、ちゃんとこうメインで描かれてたところとかもこうやってイベントで回収してくれるのはすごくいいなと思うね。うんうん、ね。試合の回答さん、どうだわ、決して甘くありません。すでに事態を収拾しオークションを再開しているようです。その上、私たちが屋敷を出てからすぐに警備を増員する抜かりのなさ。そんなことしてるんだ、すげえな。それらから総合的に判断して、時計王の冠がオークションにかけられるのは時計の針が12時を指す頃かと。言い方かっこいいな。うんね、12時ぐらいじゃないじゃないんだよね。ね時計の針がって言わなくても12時って時計の針が12時指してることなんだけどさ、すげえなと思って、あえて回りくどい言い方をしてるのはちょっと気品があります、うん。私たちの行方をつかめていないのであれば、そろそろ手放そうとする頃合いでしょうから。すんなりと教えてくれるんだね。おや、同盟を結ぼうとおっしゃったのは先生ではなくて、先生も警戒はしてるんだろうね、同盟結ぶと言いつつも。それじゃあ2つ質問していい？2つ、あ、上か、2つも2つは多くないだろ、分かんない。でもここの中的にはね、うん、2つじゃなくて1つならお答えしましょうかとか返されてもおかしくないかもしれないねふむ、2つだけでいいのですか？まあもっとも全てに答える義理はないですけれど何だかんだ答えてくれそうだけどね。ね、うん。まずは予告状の最後の一文について、どんなだったかなちょっと思い出せないな。ああ、これか、剣の話だ、うん、そうだ、それで絵の話が出てきたんだもんね。うんうん。一度も授与されたことのない贅沢であるが不遇な剣のもとへ。なんだろうな、一度も授与されたことのない、なんだろうな。これを読んで私たちは剣が抜かる、剣が描かれている絵を奪いに来ると思ってたの。ああ、なるほど。剣は権威の象徴。王冠は言わずもがな権威そのもの。この屋敷で最も貴重な芸術品、それが何かを知っていれば、謎は簡単に解けるようになっていたのですよ。あ、時計王の冠のことを言ってたってこと？難しくないか？おかしくね？一度も授与されたことのない贅沢であるが不遇な剣の元へ、元へって言ってるよね。
か変じゃね。ん、あ、いやだからその王冠のもとに現れますよってこと言ってんじゃない、うん、王冠のもとへ現れますよってことを言ってるんじゃない。そういうことか、うんうん、権威のところに現れるよって言ってるのか、うんうんうん、でも私たちは時計王の冠の名前すら知らなくて。その通り。それゆえにお嬢さん方には決して解けない予告状となっていた。うん、もしもその場でドーダが全てを明かしていれば話は変わっていたでしょうけれど、ドーダは全部分かったんだろうね、きっとね。そうか、ドーダへの宣戦布告ではあったって感じなのかな、うんうんうん、もしもその場、あ、これは左下読んだ。つまり最初から私たちは利用されて、知らないふりされてたと。その通りです。ドーダは今にも気づくことでしょう。世の中が全て自分の思い通りに進むなどありえないことなのだと。うん、さて次の質問は、君はなぜこんな危険なことを、なんでこんなこと続けてんのみたいな。もともとそれで捕まったのかもちょっと分かんないけど。そうですね、それが世のため人のためになるからと言えばいいでしょうか。そうなのか、みんなのために美術品を盗んでいるということですか。ああ素晴らしい、その通りですよお嬢さん。美術品とは人の目に触れてこそ価値をなすものですからね。美術品がユース、魅力に触れるのは全てのものに等しく与えられる権利ですが、このままドーダを放置すれば時計王の冠は再び表舞台からその姿を消してしまう。もちろんいつの日か再びブラックマーケットに流れる日が来るかもしれない。だがそうなった暁にはどうなってしまうことか。突如として裏世界に現れた名高い芸術品、先ほどのゲストたちの反応を見れば噂だけでも大きな騒ぎにつながると容易に想像できるでしょう。奪い合いに発展する可能性があるみたいな。うーん、騒ぎが混乱を起こし、混乱が紛争を生む。だからこそそうなる前に奪うんですよ。それだったらなんで七囚人に選ばれてるかわかんねいい人っぽいけどね。それなら奪った美術品はバルキューレに、あ、ここは違うのかな。うん、おやおや、私にバルキューレを信じろと私たちをたやすく逃がしてしまうようなつぼみかな、うん、つぼみたちですよ。まだ花開いてねえと答えは単純明快、私が手元で管理いたします。世界が美術品の価値を理解し真の美学に目覚めるその日まで。あ、じゃあ結局自分の手に収めちゃうから、あ、確かに悪いって言われちゃう、うん、結局自分のものにする変わんねえじゃんやってること。ここら辺でちょっとこうなんだろう、変わってるっていうか独特の考え方があるよね。そうだね、うん、なんかその周りが美術として理解をしたらなんか流すみたいな言い方をしてるから、なんか自分の感性が理解できる世界に変わったら、うん、なんか納品するみたいな、そういう考え方なのかな。そうだね、きっとだから美術品自体の価値が貶められないようにしてるみたいな感じのとこもあるんだろうね。うん、守ってあげてるみたいな考え方なんだろうな、うんうんうん、自分の手元にあることが、うん、さて、お望みの答えは得られましたか。私の話を聞いた上でお嬢さん方の答えをお聞かせ願えますか。先生の提案を受け入れます。おや、 C&C として盗品の回収任務を引き受けた以上、私は作戦を成功させます。不本意ですが臨時の同盟を受け入れる方が妥当と判断しました。皆さんは。はい、もちろんです。私たちはパーティーですから。おお、仲間の意思を尊重し、そして新たな仲間を、一時的な仲間を作っていく。絶対後で抜けるやつだけどなそれ絶対抜けるダメだぞ、アイテム持たしちゃ時計王の冠持たしちゃダメだぞ持ったままいなくなるから借りパクされるなそれ絶対。装備品借りパクされるから。最近のゲームだと借りパクされなさそうだけど、昔のゲームだと借りパクされるね。うん、そうね、最近のはなんか手元に自動的に戻ってきたりするね、うん、昔のはなんか消えるよねそのままね。消える
消えるんだよね、うん、皆さん気をつけてください。多分最近の大丈夫だと思う。ロイドとかね、うん、ナッツテイルズですね。そうそう、うん、それがお嬢さん方の美学なのですね。いいでしょう、指パッチンした。うん、それでは具体的な作戦を立てるとしましょうか。 To be continue。 1話1話のボリュームがすごい。結構あるよね今回のイベントね。ね、うん、さっきはあくまで臨時ですからだけど、うん、ボリュームすぎるの、うん、12だね、うん、忘れちゃうわ。いつも以上に忘れてる気がする、うん、所有権の移転、はあ、おさてこれちょっと面白いな。ダンボールの所有権かな、何の所有権今の話だと美術品っぽいけどね、うん、けどこれを一旦誰かに貸してるっていう可能性もありえるよね、うん、ユズが入ってんのかユズじゃないのか、うん、